ケニー・ロギンス・ケニー・ロギンスの名で活動するケネス・クラーク・ロギンスはアメリカのミュージシャン。日本では70年代前半にロギンスメッシーナの曲が数曲ヒットし、さらにフット・ルースやデンジャーゾーンなどの映画主題歌も1980年代にヒットしたワシントン州エベレット生まれカリフォルニア州アルハンブラにて育つ音楽出版社に勤める傍ら ABC レコード所属の作曲家としても活動。彼の初期の曲は、ニッティグリッティダートバンドが70年に録音している。旧友ジムメッシーナのプロデュースで、デビューアルバムを制作するにあたり、メッシーナとのデュオ、ロギンスメッシーナを結成する。1972年にデビュー。ポップフォーク的な作風で、プー横町の家、ママはダンスを踊らない、愛する人。 放課後のロックンロールパーティーなどのヒットを飛ばす。ロギンスが作曲したダニーの歌や愛の歌はカナダの女性歌手アンマレーが取り上げ全米ナンバーワンヒットを記録したことでも有名である。1977年からはソロとして活動を開始し1978年スティービー・ニックスと共演した二人の誓いがヒットした。作曲家としてもドゥービー・ブラザーズの ホワット・ア・フール・ビリーブスをマイケル・マクドナルドと共作し、グラミー賞を受賞するなど、高い能力を示している。1980年代にも、This is It などがヒット。1984年には、映画、フット・ルースの同盟主題歌が全米1位を獲得。1985年には、USA for Africa に参加した。We are the World で2小節リードボーカルを取っている。 1986年には映画トップガンの主題歌デンジャー・ゾーンが全米第2位の大ヒットとなり映画と共に多くの国でヒットを記録したその後人気は加工したが1990年代以降も地道にアルバムをリリース2005年にはロギンスメッシーナを再結成大規模な全米コンサートツアーを行いアルバムロギンスメッシーナ失陣 インアゲーンをリリースした。2013年9月17日に発売されたコンピュータゲームブランドセフトオート V のサウンドトラックではラジオ DJ を務め自身の曲 I'm Free も提供している。ありがとうございます。